ず一発信号。これこっち来んじゃねえ。あ、みんなさ、ワイレン出してもらっていい？俺行った。ダメージ与えて殺せたらラッキーだと思う。ちょっと待って、攻撃力。ああ、俺だけ生きてる。これダメでしょ。あれの回避方法は何です？俺もブレードでこれだもん。こいつの行動パターンが分かんねえもん。俺がなったらもうバンバン打っていいから。死ぬけどみんな。俺も死んじゃったー。体力足りない。見えてねー。光属性アップさせるやつも唯一スロットが あ、ニワちゃんそれ買ってそのレジストホーリーと何かプラスで出せばまだいけると思う。あ、ミキサー、うん、さっきでも耐えたからライトもう一個あるでいる。パワー外して耐久にするか。じゃあ耐久するね。生きることを第一にパワーしない。私のパワーを1個忘れていたら、まあ俺のパワーを持ってくる。確かにマイナスだけど大丈夫。ジェネラルのマイナス。ここもなんか動画で使っても面白そうだね。そうだ、トリックでいくか。はいよ。131どのような体験を作るんやったうん、みんなスキルプール持ってたら全部来るんやった。あー、なるほどね。でもスケープボールって1個ずつしか持てないんだよね。1個ずつしか持てないけど俺あと6個持てる。2個しか持てない。スカイリーだもんね、言ってんのやつ多分。そうよ、こんな死んだよね。すごい救いの手だよこれが。あっち行ったらいろいろ説明しよう。でミキは基本ハンドガン系持ってる。ちゃんとあーあるある、今装備してる。持ってたらもう基本ハンド関係だけでいいと思う。その第一形態、うん、第二形態は DB の剣とかでいいから。第一形態が第一のくる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 に関して俺さ、ランチャーでパーンパーンって打てるわ。あいつにそうだね、それに関しては。また落とってる。もう喜び。ダブルで第これ2回目なんだけど。あ、おほらいっぱい落ちる。これおお放置されてる。これが上に行くとこの円になるんだね。2回目です。はい。で、今回本当に無理だったんで、スケープドールも足して、俺、ダウン上げ状態で。はい、行きましょう。みんな光の体勢が、2人か上がった。うん、俺は全く上げてない。ちょっとここら辺、ちょっと合わせる。ええよ。みんな体力だけに気をつけてね。まあ、死んでも俺が復活させるから。太いリビーの剣より凄まじく攻撃力が高いはずだから。見て。フローエンの打撃188。だからまあ、頑張っていく。はいよ。第1形態、第2形態は基本メイト使えるないから発散で俺回復だけ。俺ね、オッケー、回復とチビだけ殺そうか。ちょっとお願い。もう本体に関しては必死。いやもう早くやんないとね。ラバラ、俺とミキだね。あっぱらまいだ。よしそこに俺がいる。なぜ飛ばしてやる。飲み込んだら多分もう中に入った。飲み込んだね。出てきた。行くぜー。顔チビバー任せてお願い。ラホイ2発だったお前威力高えな。173キロ行くよー。ピャン届くはずだから。あれミキに出てたから反応したかった。俺なんでだ。いいじゃん、キャキラズに顔面いくよ。下下がってました。行こう。行くぜー。お客さん名前おろしにしましょうか。おーい、オッケー、最高。イエーイ。入る。あ、入る。あ、皆さん左右にレバーガチャしないとできない。オッケー、取れた。届かない。あー、ゴリゴリしてる。中身が見えてる割とスカスカのダークバスうーるー。で、私は動けなくなったので多分います。どっからでもね、受けてるからね。それは OK。 頑張れ。第一形態はもうちょっと。えだい。多分二人に届くか。届きます。すげえ範囲のデカさなの。ねえ、これめっちゃゴリゴリされて俺の画面何やなんだかわかんないね。姉さんいつもの。よし。うん。俺が映ってる。私の状態どういうこと。謎の状態ってやっちゃう。わけわかめ。これ多分俺天罰で死ぬから天罰にだけ当たんないように。いた。基本的にはダメージ食らったら戻って回復してくれたら戻って。ユガソンそう。じゃあ俺たちがもうバンバン切り替えよう。今です。No。何？
ファイア、おう、ファイアラン。じゃあ、天使死ぬだろ。163入ったんだけど。一応攻撃力上げたから。俺上がってない。あれ？なぜ？よら。クルトンブルで。いったわ。あれ、助けに行け。いや、いいよ。今間違えて使ったわ。余裕で間違えた。皆さん回復しないと死ぬよ。寝る。マジか。てか、まず回復にパレットに入れて。マグが、マグが復活させた。マグが復活させた。ネルさん回復させてくれ。セーブドール持ってきてないやつだからね。あれ、さっきのが奇跡的によくダメージ入んなかった。ひよっ、さん。すげえね。じゃあ、こっからが本番じゃないんだ、俺らは。てかさ、あの、ミキに回復してもらうから、ハッカー逃げまくっていいんだよ。やせんけど。なんでだよ、お前、俺 HP 引くからどうぞ。ミキを壊してたら200入る。ごめん、また俺で大丈夫、俺 HP 振るから35、終わったか。そんなしけたっすよ。お前しけたいなあいつ。しけてって言うだよ、俺の HP がしけたみたいじゃないか。しけしけだろ。しけだけど、もうミキが回復してたら、俺の近くで打ってた方がいいんじゃないかって。そうだね、まあ食らっても倒れるのか知らないしね。いやー、行くの早い。そのためのダブルセイバーこっち来んなよ。勝負です。オッケー、ここまでは順調。てか俺で、あ、ブレードで、まず偶然が起こったってことでいいね。どうしようかな、みんなムアトバイザー置くべきかな。まだまだ置かなくていいか。今、位置がこうだろ。3人と俺の位置。すみません、気をつけて。ブレードお前らを死んだ。オッケー、あ、わかんない。あ、防御上がって、上がってない俺。ミキの場合、被害 HP が。こりゃうぅダメージ。早くしてほしい、早くしてほしい。あ、遠いから無理だ。撃って。ああ、俺位置間違えた。回復しなさい。とりあえず撃ちするわ。あの人どこ。とりあえず撃って撃って撃って。とりあえず俺が死ぬから弱でいいから。弱でいいから。あ、もうバンバンとね、バンバンとね。いやー、耐えれるかな。遠いからゾンビに撃ってるけど、近づいたらギゾンビにする。よー、一発ぐらい当たれ。逃げる。どうすんじゃ。俺か、俺が食らうわ。おお、あ、ミキ行く。そうだそうだそうだ。はい。どうすんの。え、よいしょ、ミキ行っちゃうか。グレードはね、行くだろうね。あ、そっか、HP 上げてこれだもん。だから、あの、グラン無理だな。グレードで死ぬってことはグランツ無理だろ。光でも耐性上げたから多少変わるんじゃないかな。ミキさんが俺に飛んでくれよ。死ぬよ、たぶんそれ無理。やっぱり復活させるわ。復活するわ。さよなら。オッケー、生きてる。耐えた耐えた耐えた。助けてくれ。誰か復活する。なあ、よしよしよし。ミキが生きてる。ブレードさえ食らなければ。ミキさん、ネルさん復活させに行っていいよ。オッケー、行ってくるよ。オッケー、超える防御力上げた。オッケー、103入ったわ。ネルさん起こすよ。向こうに戻るよ。みんな同じ場所にいよう。てか先にレスタしてもらえるかじゃない。あ、ごめん。今だったらグランス死んだ。そういうこと言うなよ。あー、俺でした。あれで死んじゃダメだよ。ものすごい勢いでブレードを取ってくるからね。あーっと、ピヨン、よいしょ。俺が回復させる。了解。モノメイト、無くあのね。でも一応半分まだ超えてないからな。すんごいミスが続くね。ムーンを2人に出てます。ムーン全部いった。オッケー、ダメージが入らねえ。マジか、行ってんだね。作らないとこ。おっグラフルーンってこと。ダメだ、復活させるよ。俺これあるから。ワイしてワイレンだ。みんなワイレンとして。オッケー、よし。いやー、イラになっといてよかったって今感謝。俺が回復させる。あ、でも俺が回復させるわ。オッケー。ブレード飛んでくるんだよこれ。飛んでこねえや。リプテンが届かない。みんな撃って言われ。届かない。回復、あなた回復してるちゃんと。オッケー。あ、刺した刺した。あれ。入らないなダメージ。誰か名刀置いてくるんだよ。俺腰ないよ。
来いよ、おら来いよ、おら、あちょっと一応、今止めたらばらまくてやるんだから、いいか殺しちゃう可能性もあるからな、すぐ撃って、もうばらまいた、そしたら10個タワー、モノメイト10個タワーどう思う？あ、とりあえず来て、メイト10個タワーどう思う？姉さんどこ行った？姉さん、姉さんで俺、みんな集合集合集合、俺です誘導弾も死ななかったのかな、俺復活させるから、ハブさんのこと、知らん、さよなら、多分あれだし、復活させて、あ、やべえ、ミキかー、俺下手なことできない、いや、これないの、俺どういう状況、あの、ダメージ食らうと回復、あの、回復してすぐ、あ、でも回復してないけど、回復して、回復、連打回復、みんなメキと飛んでるぞ、逃げろー、そしたら、ルナトマイザー、メキとはどういうこと、どういう一撃死です、どういう軌道で来るプレイ、あと、これをやった後に俺ですか、また。死ぬよね。いや、行ってくる。ちょっとダメージ与えとくわ。そんなバナナ。クラック変えた。行け。ミキ、ハンドガンとかで。まだ死なないの分かってる。まだ死なない、まだ死なない。よしよし。同じところいいよ。一応半分は行ってる、半分は行ってる。誘導弾。やべ、俺だ、はぁ、おい、クラウ。ブラッドロイ使う、お、あ、違う。あ、あなたかい。ミキ、ヘルプ。あなたかー、ちょっと待って、皆さん死ぬぞ、ダメージ食らうからね、自分に回復して、回復したもん、まだ回復ないよ、まだ回復、そうだった、今全部置いたんだった、今歩いてはパッパラパーになる、俺が回復させる、俺が回復させる、俺が回復させる、急がら死ね、攻撃して攻撃して、あの、急がら、急がらもう死んだ、ここで死んだらどうなるんだろう、逆に、で、おぶね、ハクさんどこ行った、ハクさん、近くにいて、ハクさん、あなたは私を復活、したら復活させたらまず回復を、なあして、皆さん攻撃使っちゃう、よし、これでどれだけ入るか食らうのかな、っていうかあの状態で、これいやでもマークは入ってた、0256ってこの俺の減り方よ、みんなやれやれ、見てて、当たった、俺回復してくね、一応回復して、何が来るの、復活させたらすぐネルさんを復活させて、ここ復活させるわ、あ、オッケー、おっプレー、おっみんな撃って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 、ミキは魔法でいいから一発ダメージ与えるぐらいでも、もし余裕がなかったらゼロでも入ってるから、いける、名前はオンライン、はい、よっしゃー、全員ダメージも与えてるしたー、おー、よかった、そしてスケボール使ってない、結局わー、フォニュメールでよかった、やったー、ほぼ紫っていう、あ、俺仲間外れか、よかったー、あー、よかった、きつ、強くね、強いわ、よく勝てたな、お、レベル40、ここにあるやつ回収できる人回収しよう、回収できる人回収しましょう、だいたい俺のアイテムなんで、ムーンアトマイザー10個とかあるけど、じゃあということで、はい、ハードのエピソード1終わりだね、これでメイト置いといてって言われて置いたのに拾われてない、魔法が強い、全然足りたわ、魔法が強い、じゃあよかった、ということで、はい、次エピソード2行って、はい、中央管理区まで終わらせたらレベル4ってもう行ってると思うから、うん、エピソード1のベリハに向かうということで、はい、ひとまず今回はここで終了です、いやきつかったです、お疲れ様でした、お疲れ様でした、やっと終わったー。